緊急事態宣言による自粛期間の中、リモートで集まった高校時代の同級生6人。入り口に刑事が2人待ってたんだよね。カズマ君を知っていますねって。全国に指名手配されたってこと。ある同級生の話題をきっかけに不可解な現象が次々と巻き起こる。みんなさ、田村由美子のこと覚えてる？自殺した女子高生の謎。する？そして6人が抱える秘密。私たちは自分の秘密がバレるのが怖くて口をつぐんだんだよ。誰かが俺たちのことを殺しに来るってことか。おかしい、おかしい。豪華キャストの共演。脅迫者はこの中の誰かだ。リモートで殺される7月26日夜10時30分。